おい、寄り道して帰んぞ。そうだな、繁華街とかか、人混みがいい。その辺は抜かりねえよ。ほら、それに着替えて校門集合な。来たばっかりだろ。用事なんてねえよ。まあ強いて言えば散歩。なんだよ、お前からくっついてくるなんてさ。あ、なんかあっちの店面白そうだな。お前もようやく俺なしじゃいられねえって気づいたか。隠れんなよ。ほら、今日だけは俺の前を歩くの許可してやるぜ。おっと、手で隠すのもなしな。いいじゃん、見せびらかしてやれよ。お前、父は絶望的にねえけど足だけは悪くねえからな。隠してる方がもったいねえだろ。ほら、さっさと歩けよ。それで隠してるつもりか？その方が見えるぞ、スカートの中。バカ、お前ほんと間抜けだな。帰るぞ。さっさと来い。ち、面倒だ。飛ぶぞ。飽きた。もういい。
じっとしてろよ。別にお前の色気のねえ下着になんて興味ねえよ。ちょ、暴れんなっつの。冗談だよ。今はな。よし。ほら、綺麗についたぜ。なんだよ、そんなんもわかんねえのか。かまとと分のもここまで来ると笑えんな。キスマークってやつだ。キスマーク。そんなとこにキスマークあんの見たらどう思われんだろうな。お前一気に淫乱女だぜ。それが嫌ならその後誰にも見せんじゃねえぞ。せいぜい長いスカートで隠しておくんだな。つうか、こんなとこで起きてても意味ねえだろ。つまんねえ授業引くくらいなら寝てた方が万倍マシだっつうの。あ、そう。つうかお前、俺のママかよ。うるせえ。俺様に指図すんな。消しゴム貸せ。消しゴム。
サンキュー。なんてな。クラスの奴らに聞こえんぜ。やべ、我慢できなくなってきた。な、噛むぞ。いいよな。いいじゃん。これだけで我慢しろって拷問だろ。お前はさ、大好きな食い物が目の前にあって、いい匂いさせててさ、舐めるだけで我慢できんの？安心しろって、今日は優しい区間でやるよ。なんだよ、感じてんの？嘘つけ。ほら。ち、いいところで。まあいいや。いい暇つぶしになったぜ。お前が相手してくれんなら、また起きててやってもいいな。なんだよ。おい。勝手にフラフラすんじゃねえ。人に媚び売るしか生きてく術がねえからだろ。お前、そんなに犬とか好きなわけ？じゃあ、ち、うるせえな。何もしやしねっつうの。ほら、おとなしくしろ。これちょっと貸せよな。来いよ。犬が好きなんだろ？だったら、俺専属の犬にしてやるよ。似合うじゃん。
その赤い首輪。バカ、お前の指図は受けねえんだよ。お前は今から俺様の犬だ。俺が満足するまでな。ほら犬、まずやることは？早くしろよ。やらねえならいつまでもこのままだぜ。お前、何エロいポーズしてんだよ。バカ、誘ってるようにしか見えねえっつろ。やっぱお前面白えな。ま、それもいいけどさ、さっきのやつがやってたことあんだろ。やれよ。早くしろよ、ほら。いや、足りねえな。これくらいはしてもらわねえとな。よし、次は。言っただろ、俺が飽きるまでって。そうだな。ああ、これがいい。お前もこっち来い。ちげえよ、お前が座るのはここだ。抱いてやるっつってんだ。ありがたく来いよ。無理じゃねえ。よしよし。気持ちいいんだろ。お前みてえな犬なら飼ってやってもいいな。飽きるまでっつってんだろ。ま、しばらく飽きそうにねえけどな。ほら、もっと力抜け。俺に体を預けろよ。そうそう、たっぷり可愛がってやるぜ。